はいまずスタートですスタートは内側から一番の和田圭選手が飛び出しましたね、えー、和田圭選手が出ますと、えー、今日は松井選手とラインを組みますので、えー、ここは松井選手、えー、和田選手という並びになりますね、えー、今現在は、えー、誘導員まで松井選手をね風を前で切って連れていこうとしてね前にいますけども、まあ、松井選手が、えー、和田選手の前に入って5番1番というラインが形成されます その後ろには北鶴選手がいますので今日は山田秀明選手との連携ですね2番、7番の2人です、9終了者ですねそして前から3つ目のライン3者のラインですね8番、3番、4番志田選手に村上博之選手四季尾拓也選手ですねここが前から3番目のラインとなりますそして最後方のラインには6番、9番 原田健太郎選手に久米良選手ですね、この両名が最高峰からのレースとなりますまず前を取った5番の松井虎悠選手なんですけども、緊急非常に調子がいいですよね、しっかりとした自分のレース、仕掛けるところでは一気に仕掛ける、やはりね、自分の戦い方が決まってますから、やはりそこに向けて力を込めて走っている姿が見れますよね、なのでやはり展開も予想しやすくて、非常に松井選手の走り方は好感持てますよね。 あとは、えー、その後ろにいる和田圭選手です。和田圭選手も実力者ですよね。えー、マーク後者です、えー。しっかりとマークの決まり手も追い込みの決まり手二桁持ってますからね。なかなか二桁の、えー、追い込みの、ね、決まり手は持つことができないと思いますので立派な選手ですよね。えー、そして、えー、先行しそうなラインですよね。八番三番四番です、えー。志田選手に村上博之選手、四郷拓也選手ですね。やはり志田選手からすると村上選手ついてますから、まあ、ここは先行基本です ですよね。後方から原田健太郎選手が抑えてくると、そこを追走していって先行体制に入りましたね。原田選手が1回切って、ここは誘導員が ここからね、スピードを徐々に上げてきますのでここからペースが徐々に上がっていくわけなんですけども志田選手、気持ちが強かったですよねしっかりと先行して打者を迎えましたそして原田選手、ね、ここで4番手に入るんですよね松井選手もしっかりと4番手に行けばよかったんですけども原田選手が降りてきてここは入れる形になりましたよねですけどもやはり自信があったんでしょうね松井選手ね志田選手が全力でここは先行体制に入りました 判定には、ねえー、絶好な、えー、村上之選手です原田選手がまくりに行ったんですけどもさすがですよね、村上選手、えー、しっかりとまくりを、えー、牽制制して、えー、止めて勢いが止まったところを、えー、外松井虎生選手がね、えー、ここは。 もう全力で山折しを使ってゴールを駆け抜けました、そして7番の山田秀明選手もそれについ,てついてきましたので、よく切り替えてきたなと思いますよね、5番、7番、3番、えー、まくりきった村上選手、切り替えた山田秀明選手、そしてさらに、ねえー、志田選手の後ろから切り替えてきた村上選手が入って、5番、7番、3番という形でゴール決着いたしました、第4レースでした。